おはようございます。おぎそです。音声はマイク大丈夫かな。おはようございます。おぎそです。今日はですね、時間言っておきましょう。 6月24日土曜日、9時57分10時頃からスタートします。よろしくお願いいたします。ちょっともうなんかちびっこたちがガチャガチャしていまして、なかなか配信ができずにようやく準備ができました。まだ下ではガチャガチャやってますが、ちょっとですね、今日生物画を描こうと思いますので、マイクも大丈夫かな今日はな。生物画を描こうかなと思っております。よろしくお願いいたします。とまずこう背景からですね、背景から描いていこうかなと。パレットも映ってますね。いやちょっとね、もうなんかわからん感情でガチャガチャやってました。よいしょ。もうすっごい騒がしかったです、朝から。よいしょ。まあ塗り方とかはまた泣いて、すっごい泣いてる。よいしょ。まあ普通にこうですね、今日はそんな難しい技法ではなくて描いていけたらなと思ってます。よかったら、まあ質問があれば、星印などをつけていただけると非常に助かります。で、まあこれ配信終わった後にコメントくださる方とかも結構いるので、今時間を一番初めにこうお見せしておきました。よいしょ。よいしょ。まあ土日はね、もうほんとね、大変ですよ。ガチャ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 。よいしょ。早くやりたかったんですけど、僕もいろんな仕事がこうちょっとありまして。で、本当にこう、今日は B4 というサイズです。B4 というサイズで描いていっております。すいません、ちょっとチャットを見れないと。音も大丈夫かね。あ、音大丈夫。みじみさんありがとうございます。と、赤坂さんも前田さんも夏伊藤さんもおはようございます。ね、意外とこのベタなやつは久しくやってないなと思ったんで、ベタな水彩の、本当にこう、初級編みたいな。で、まあ、一気にある程度こう、塗っていった方がいいと思います。どうしてもこう、こういうところとか、グラデーションとかうまくいかないので、ある程度こうですね。で、ちょっと影のところは少し濃いめに。ちょっと多めにでしょうね。作って、水でとかで、多めに作っていった方が、あんまり絵筆ちゃうな。この筆が悪いんじゃなくて、もうだいぶ使い古して、ここ絵がね、赤になってんなっていうことですよ。よいしょ。昨日上げた動画が僕は結構気に入ってたんですけど、いまいちでしたね。川の流れの、あのあれが、僕の中では久しぶりになんか、絵のできたと思ったんですけど、いまいちこう視聴回数が伸びず、よかったら、富良野の、川ですね。何川やったっけ。布部川。まあ、北の国から見てる人ってね、布部って、おお、布部なんやって感じですけど、まあ僕だけでしょうね。私は全部見ましたけどね。まあドラマ編がやっぱ好きでしたけどね。ラーセンさんかな、おはようございます。埼玉里さんも佐藤子さんもおはようございます。まあ、一応なんとなく土曜日の午前中は何も用事がなかったらいつもこう9時10時ぐらいからライブ配信をやるように、していっております。ちょっともうこれは本当にこう初心者の人に向けてというか、ちょっとベタにである程度ね、一気にこうね塗っていきながら、で、花の影が落ちていますので少しこういうところは濃くしていってます。よいしょ。ちょっと静かになった。ようやく泣きやんだ。もうお兄ちゃんがギャー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 さっきから、この先も横にいたんですけどね。YouTube 出るって言ったら出るって言うから、まあもうちょっと落ち着くかと思ったら、それでももうガチャガチャっとなんか、していって、はい、もう下におりました。ベタベタベタ。また泣いとるの。なんか機嫌が悪いですね、今日ね。虫の居所が悪いのか。朝5時に起きよるんですよね。まさやさんもおはようございます。絵描きにこさんもおはようございます。よいしょ。ビュー。で、ちょっとこう、木目とかの乾かないうちにちょっと濃淡つけにやったら濃淡つけて、置いてください。よいしょ。
まず背景からですね。まあこういうのも基本中の基本かもしれませんよね。まあ僕は可能ならこう影とかを中の方まで、モチーフの中の方まで入れていってもいいかなとは思うんですけど、今日はちょっとそういうやり方じゃない、もうちょっとこう初心者の人でもできる、まあ塗り分け方式とでも言いましょうか。ちょっと背景は背景でまず塗ってみて、という形の描き方を少しやっていこうかなと思ってます。形はこれもあの転写しておきました。まあもう本当あのデッサンとかもちろんねやられたらいいと思うんですけど、こういう風に、コピーを取って、裏にパステルを擦り込んで、で形は転写しておきました。まあ写真見て描くんやったらね、あんまり転写も変わらんかなと思いますけど、まあこういうのも批判的な意見もあるかもしれませんけど、ですね、まあ大人の塗り絵みたいなねが流行る、なんかやっぱりストレス発散になるみたいなコメントが昨日の夜かなんかあって、ええと思って、あそうなんかと。で、次のステージとしては自分でこう、モチーフを組んでみたりとかして、やっていくということがいいかなと。で、今回は写真を見ながら、描いてます。よいしょ。これは、クレマチスですね。クレマチスを描いていってます。星印。あ、ゆうさんもこんばんは。じゃあ、質問は、し、す、うん、を印を作ってた。よいしょ。こうやって、こうやって、ということです。アメリカからもね、皆さんね。よいしょ。土曜日って仕事をしてある人も結構いるんですか？まあ、あんま僕はようわかんない。土曜日ってもう休みというなんか感覚があるんですけど。結構言い張るんですかね。よいしょ。何でもいいですよ。質問も別に、遠慮なくしてください。ちょっとある程度書き込めたらいいとは思うんですけど、ちょっと開始が遅れてしまったので、もうちょっと早くからやりたかったんですけどね。よいしょ。ビビ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 。後ろは木ですね、木目。あ、間違えた。まあなんか多く使う色はなるべくこうパレットで多めに出しておくことを、あ、また間違えた。おすすめします。間違った、もういいわ。で、まあ少し縦のストロークを使いながら。少し濃いところというのは、少し濃くしておいて、周りと、そうですね。ここはちょっと赤い木みたいな感じですね。ビューッと。こちらの方もたまにちょいちょい挟んでいきますが。うん、一番慎重にやらんといかんとこですね、まずね。あ、ここにも葉っぱあったよね。すいません、ティッシュが。よいしょ。あれ？あれ？お兄ちゃんがガチャガチャして。よいしょ。ボンド羊様、おはようございます。ケイコさんもおはようございます。ババサキさんもおはようございます。よいしょ。今日は天気はどうなんですかね。なんか曇ってますね。週末の雨ってこう、子供を育ててる世帯にとっては、結構ね、晴れてくれた方がね、どっか連れて行ってね、なんとか時間潰せますもんね。よいしょ。よいしょ。
一応まあ土曜日のこの時間、土曜日の午前中は可能な限りライブ配信ができたらやっていくようにはしていってますので、もし質問とかある人はこういう時にぜひぜひ、最近減ってきましたけどね、遠慮なくしてもらえるとおじさんとしては話をするネタがあまりないので助かります。でちょっと隙間のとこですね、隙間のとことかどうなっとるかな、まあ個展に向けて、まあ、ずっとコツ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 やっとるんですけどね、まだまだやなと大変やなという感じですね。まだまだやなと。ちょいちょいね、動画の中とかでもちょこちょこ映ってたりすることもあるかもしれませんけどね。結構川又さんも、くまこさんもおはようございます。もう皆さんおはようございます。伊藤千恵さんもおはようございます。今日めっちゃ機嫌悪いのでね、お兄ちゃんねめっちゃ機嫌悪いです、なんか知らんけど。昨日ね、吉野ヶ里公園でまさかの、こう男の子しかわからんですよね。平田クワガタってなかなか捕まえれないというね。僕が一番興奮してましたもんね。平田クワガタ、去年も捕まえたんですけどね、ちょっともうなんか、多分カラスかなんかに若干こう、ね、自然界のあれでされた後の、足がだいぶない平田クワガタを見つけたというのはあったんですが、しっかりとしたやつを見つけたんでめちゃくちゃ興奮しました。バカみたいに興奮しました。確か僕は子供の頃、何回も話してますけど、誠というですね、駄菓子屋さんに、売りに行って、平田クワガタが300円か500円で、結構したんですよ。500円だかな。なかなか捕まえれへんくて。500円って言うとね、小学1年生やったらね、200円ぐらいの小遣いとかのそんな時代ですからね。100円とか200円やから、夏のいいお小遣い稼ぎができたんですけどね。今自画像描いてます。鏡についてですが、鏡は姿見の前に E0 を斜め45度くらいにして、姿見の前に E0 を斜め45度くらいにしておいて、自分は E0 に正対して、時々鏡の方を向きながら描いてるんですが、顔の位置が徐々に変わって、だんだん絵が歪んでしまいます。描きやすい鏡の配置はどうなんやろな、あんま考えたことないな。描きやすい配置でもそんな感じですよ多分。 E0 があって、絵が、鏡があってで、E0 があって、で、そういう風にこう、チラ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 、目ん玉だけ動かしながら描いていくっていう感じが、もう多分それしかないんちゃうかな。なんかそんな感じしますけどね。でもいいことですね。なかなか、ね、自画像って、いや、もう多分それしか、歪んでいったら戻すしかないんちゃいますかね。歪んでいってるということに気づいているということはまたいいことやと思うので、今度はそれを直していくということを、していくことが妥協しないということやったりするからですね。歪んでいってるということに気づいていたらもうどんどん直していかんといかんと思いますし、おそらくそれしか手ないんちゃうかな。他あるかな他あるかな。多分それしかないんちゃうかなと思うんですけどね。致し方なしじゃないですか。でもいいことですね、自画像とかね。なかなかこの辺がね、この辺が寝かせて描くと難しいですよね。シューというこのやっぱり屋外とかで描くライブ配信とかの方がね、こう横のシューとした線とかって描きやすいですよね。あ、もうずれた。寝かせて描くのの難しさというか、僕は慣れてないだけかもしれないですけど感じますよねすみません、答え全くないですけど、多分もうそれがベストやと思いますけどね。自画像描いてやるんですねそうですよね。すみませんね、クワガタ大興奮でしたね。おはようございますと。絵の具さんも、亀沢さんもおはようございますと。
クワガタ動画見ましたと。おはようございます。自画像わかります。鏡のごくごく隣に同じ角度でスケッチブック置きますね。えそれしか手ないんちゃうかなという感じはするんですけどね。まあこれぐらいだったら皆さんできるでしょね。これぐらいだったらできるかなと思いますので、ちょっとドライヤーで一回乾かしますね。15分から仕事です。結構乾きもなんか早いな。よいしょ。次ちょっと床描いて少しずつそのブルーグレーみたいな色と使いながら、まあ、この机もですね、ブルーグレーもこう自分でこうあれしてるんですよね。机作って、色塗ったんですよね。余ったペンキやったかな、なんかそうなんで。まあ、こういう感じは多分皆さんできるでしょ。なんとかね。できない？できひんわって突っ込んでるかもしれない。塗り分けてるだけですからね、今のとこね。で、ちょっとこう、例えば、モチーフの影が落ちてるなとか思ったら少し、濃い色とかを置いてあって、少しそういうところは、置いてあげるとか、そういうことはちょっとしてあげつつ、ちょっとこう、明るくなってるなと思ったら少し水を多めにしてあげて塗ったったり、少し濃いなと思ったら濃くしてあげたりとかをちょっとしてですね。まあ、パレットも一応、ギリギリ全体を見せ。今回はですね、ちょっとそういう風にしていってます。ありがたいですよね。ライブ配信がだいぶほんと伸びてきてるというかね、特に自宅でやってるやつね。ありがたいですよね。ラジオ代わりに聞いてますって方もいましたね。だからなんかおしゃべりしたいんですけど、おしゃべりの、選挙がなくなりましたね。4年やって、4年やってほしいですよね、もうね。もうなんか僕いつも思うんですけどね。あんな途中解散とかで、ね、野党の準備が揃わんうちにゴーみたいなんじゃなくて、もう4年きっちりやってほしいですよね、大統領選みたいにね。何を言ってんねんって政治の話なんかすんなっていう感じかもしれませんけど。4年きっちりやって、それの結果をこうです、ああですっていうのとかね。野党は野党で、うちはこんなんでこうです、ああですとか、もうしっかりそういうのなんか、結果をしっかりね。はい、政治の話はやめます。ね、質問ですと、画用紙の大きさを選定するときの考え方。いやー、考え方、これ画用紙っていうか、僕はまあなんか水彩は大体油絵を描くためのベースとしてこう考えたりするので、で、これなんかは多分4号の絵に描こうかなと思ってて、で、まあ、なんか6号以下のものとか作品っていうのはなんとなくこう、僕はこの、まあ、B さんのあの、あれをですね、半分に切ってるというだけですけども、という形にして、で、屋外のライブ配信とかでやるときは最近は6号ぐらいの、あれですね、ある種を使ってます。で、まあ、それ以上、8号ぐらいまでしか僕、水彩は描いてないので、ですね、そういったらもう油絵描こうかなと思ってしまいますので。で、やっぱモチーフによってですよ、ものすごいごちゃごちゃしとんなとかいうモチーフとかに関しては、すごくこうなんか、何ですか、大きいやつを使ったりとかしますし、あんまり考えたことないな。なんか油絵もやっぱ
これはめっちゃこうなんか意気込んでいくぜって思った時は、なんかでかいのとかをパネルとか油絵とかを用意するんで、どっちかというと水彩とかがデッサンに関してはそんな大きいのは用意しないけど、あ、そっか、一時結構デッサンを描いて、あ、それを転写して油絵するっていう時は、なんか100号とかやったらば、162センチの、100号ってサイズなんですけど、それと半分ぐらいの、81センチぐらいの、紙を用意して、いや、模造紙とか用意して、それにデッサンして、で、それをなんか2倍に拡大コピーして転写とかっていうのはしたりしてましたけどね。全然答えになってないですね。質問せえとか言えからごめんなさいね。あんまりそれも考えたことない。だから何も考えてないっていうのが恐ろしいんでしょうね、僕の場合ね。ほんと何も考えてない。はい、綺麗にパレットしますね。お花の方を少し描いていこうと思います。ほんと恐ろしいぐらいその辺なんかあんま考えてないんですよね。でもなんか、まあこの B4 ってサイズ、4号ぐらいと6号ぐらいと8号ぐらいが水彩紙とかは多いかなというふうに思いますね。すみません、本当もう質問せえとか言っといて、質問に対して全然答えになってないというね、もう本当ひどいんですね。さ、花を描いていってみましょうね。とにかくまず濃いところをぐじゅっと乗せていきましょうか。いつもはなんか明暗をこう作っていくっていう感じで、初めにこう明暗を作っていくということをしますけども、ちょっとこう初心者に向けた基本的な描き方みたいなんでやっていこうかな思ってますんで、あんまそうです、剪定、まあ、この生物、これは確かメンバーシップの方には、載せていると思うんですけど、写真に撮っていく撮り方みたいなの確か載せていたような気がするんですけど、あれでも大体8号ぐらいかな、6号ぐらいかな、4号ぐらいかなとかいう感じで、なんとなく自分の中で、ごちゃごちゃとしてるのはなんか8号、6号、10号ぐらいかなとか、これは結構シンプルなものなんで、4号ぐらいかなとかっていう感じですかね。また泣いとる。どうないした今日。今日ひどいな。あとでちょっと妻にの愚痴聞いたらなかな。何をギャーギャーやっとんやろ。ねえ。すみません。皆さん、質問にちゃんと答えれてないような気がしますが。よいしょ。少し中心の方からですね、書いていってますけども、こちらの方がいいかな。少しまず濃厚な濃いところを中心にグググググググと書いていきます。これクリムソンレイキみたいな色やと思いますけどね、マゼンダかなんかかな。なんかマゼンダってよう使うようになってきましたね。あまり使わんかったですけど、最近よく使うようになってきましたね。おそらくそれはなんかこう口紅とかね、ああいうところとかの紅の色とかに使えたりとかするからでしょうね。で、後ろの方の花みたいなのはちょっとそれにこうなんかプルシャンブルーみたいな色とかを入れてるのかな。うわ、濃いね。濃厚な。見えてますか？全然すいません。もう本当にあれなんですけど。やっぱコクワガタとか、あれですかね。ヒラダクワガタとかって、やっぱ越冬するから、若干こう、孵化という感じじゃなくて、木からひょろっと出てくる。誰かクワガタ専門家いませんか？島村先生いたら教えてもらえるんだけどな。島村のぶゆき先生っていうね、ですね、ホキ美術館とかで、超有名な先生がめっちゃクワガタブリーダーで、大好きで、で、クワガタの、大クワガタをデカデカと描いていた作品とかが確かホキ美術館とかに入っていて、皆さんびっくりされたんちゃうかなと思うんですけど、一度こう佐賀に来てくださってですね、その台風の日やったんですけど、ぜひ吉野ヶ里公園行ってみたいって言うから、あ、行きましょう行きましょうって言って僕車で連れてってあげたんですけど、
見たら、入場門入るやいないや、おー、これ、小木曽くんいるよって言われて、何がすかって言ったら、クワガタいるよって言って、こんなとこいるんすかとかって言うたら、多分いるよって言うたのが今から、5年ぐらい前かな。それから5年後、まさか本当に見つかるとは、お礼のなんかメッセージから送っとかなあかんかな。ちょっと濃いところ、今塗っておきました。まず濃いとこね、これぐらいだと皆さんできそうでしょ。ちょっと次は花の上の方の花をちょっと頑張って描きますよ。できひんわーって突っ込んでますか。よいしょ。ね、今日はパレットも両方同時になんとか見せれんかと、いろんなねあれがをこう頑張って自分なりにこう動画を作っていっているんですけどね。いろいろ SNS やってきましたけど、一番なんかこう、ヒリヒリするというかね、YouTube がね失敗もできないというかね、まあよく失敗してますけどね。ちょっと濃いの置いてみたけど、この、うわ、うるさ。聞こえるんじゃないですか、皆さん。いやーとか言ってるでしょ。なんかずーっと感触起こして。泣いてる。ちょっとこうまたこれは何なんとかなんなんなんすかね、これすごいこうオペラではないピンクですね。いや弟はまだねなんか声のボリュームがちっちゃいんですけど、だいぶでかなってきたですね。もうまさに恐竜ね、恐竜男の子2人2匹関係ないんですけど、近所に男の子5人兄弟っていうところがおって。それすごいですよね。5人。5人ですよ。ねえ。大昔やったらすごいこうね、重宝されたでしょうね。男が生まれた言って、今そんなこと言うたらあかん時代やろうからですね。あれでしょうけど。後継ぎがいっぱいできた5人ってすごいですよね。よいしょ。で、ちょっとこちらの方もですね、淡い色。これ何ピー、何ちゅう色かな。すごい色やな。泣いてるでしょ。交尾しないと長生きするって聞いたことある。あ、クワガタ専門家の道見さんがいましたね。孵化が遅い個体は越冬するって聞いたことある。そうなんや。でも、コクワガタも取ったんですけど、実はコクワガタも、はい、天国に召されましてですね。早かったなと思って。一方ね、平田クワガタは、私の友人も送ってくれて、まあ、うちの お兄ちゃんが博士と呼んでるんですけどね。よいしょ。少し半乾きぐらいでもいいので、ちょっとここで、お花の、色をちょっとつけていってます、うん、もっと拡大してみましょうか。この路地のプロパティを用意して、映像構成してカメラ制御の、適用 OK ね、だいぶ拡大してお見せしております。うん、なあね、なんかクワガタとかカブトムシってなんかね、もう本当に当たり前に売ってたりするんで、まあ、あれは僕は大丈夫なんですか、あれ生態系とかがねえ、アメリカザリガニみたいにならんのかな思って、はい、ミシシッピアカミミガメみたいなね、通称ミドリガメみたいに生態系崩さんすかね、あんだけこう売ってるじゃないですか。クワガタ専門家の人いますか、大丈夫ですかね、ああいうのね、生態系絶対壊れんちゃうか思って、うちは絶対そういうのはねもう買わないようにしてるんですけどね。生態系がね壊れそうな気しも、男の子のロマンやったんですけどね、ヘラクレスオオカブトとかね、図鑑のな中だけの世界は思ってましたもんね。今なんかホームセンターとか行ったらありますもんね。よい
よいしょ。まあこの辺はちょっとビビッドな色と影をうまいことあんまりこうですね、なんていうのかな、やっぱ鮮やかさはしっかり残しておきたいなという感じの気持ちを残しつつ、色を置きながらこういうところもね、ちょっとピンクもピンクがかってるのも描きながらっていう感じでなんかやっててますよ。よいしょ。描けそうでしょ皆さんね。ねえ、図鑑でしか見たことなかったですよね。何回か僕これ言うたことあるんですけど、シーラカンスってね、昔僕ら子供の時、生きた化石シーラカンス見つかったみたいなんで、うわーっとこう世界的なニュースになって、で、万博公園にそのシーラカンスが来るって言って、大阪の万博公園、あそこの岡本太郎のね、太陽の塔があるところに見に行ったんですけど、標本やって生きてへんやんって僕突っ込んだ記憶があるんですよね。生きてへんやんって言って、子供の頃突っ込んだ記憶ありますけどね。でもやっぱりこう未知のものとかね、やっぱ皆さんあれなのかね、今ニュースでやってますもんね、あそこの、タイタニック号を見に行くツアーとか、やっぱ深海っていうか深い海とかはやっぱ一番なんかこう人が行っちゃいけないとこなんですよね。なんかそんな感じしますよね。宇宙はすごいね、前澤さんとか飛び立ていきはりましたけど、どっちかちょっと上より下のが未知は多いのかな、未知さんすみません未知は多いのかなとかになる、なんかねそんな気しますよね。ちょっと鮮やかな色をですね、ちょっとこの辺すごい慎重にやってます。まあ鮮やかさを残しつつも、ちょっと大きな作りみたいなんでこう陰影とかはつけるんですけど、今回はどっちかちょっとこのものこのものこのもので大きくこう捉えるということではなく描いていってます。パレットもだからですね、このもう赤系を使ってるときはもう赤系をある程度こう主にやりながらですね、お、来た来たぞ、大丈夫か、落ち着いたか、絶対来たな。まあ来ても上で遊ぶってこともあるんですけどね。あ、上で遊びする。弟がまだね制御できないからね、弟ちゃんが上で遊ぶそうです。よいしょ、ここどこ来る、ママっていう声がしました。よいしょ、ちょっと静かにやってますね、男の子5人のお母さん大変ですねと。あ、シーラップカンスは大人になってから映像で見ましたと。深海の方が宇宙よりもね行くの難しいって言いますよね。なんか子供の頃は僕らなんか深海2000ぐらいやったけど、今深海6500ぐらい、どれぐらいなんですかすごいですよね。やっぱこうね、進歩ってすごいなと。なんか子供の頃ね、理科かなんかの授業で習ったのが深海2000とかやった気がするけど、僕らの時はもう子供の頃50億人突破しましたで、すげーとかって言ってたけど、今何人いるんですか、70億ぐらいなんですか、世界の人口とかね。よいしょ。日本だけがなんか減ってってるというね、なんか感じがしますよね。ちょっとこう鮮やかな感じで塗ってきました。もうこれぐらいでもまた一回乾かしてもいいと思います。ぼかしていく方法とこちらのように絵の具を置いていく方法ね、もういろんな方法もちろんありますんで、今回はすごくこう初心者の人になるべく向けて描いていこうかなという感じでやっていってます。次はまたこの赤系の反対の緑の色かなんかを使っていこうかなと思ってます。で、ある程度色を置いてから、どっちかちょっとこう、陰影とかを少しつけていったりとか、描画をしていったりとかしていこうかなと思ってます。よいしょ。できそうでしょ。
できそうでしょ。ちょ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 。よいしょ。次は緑ですね。緑色を中心に、緑色を塗っていこうかなと。ビビ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 。まあ、エッジだけをちょっと強めてあげて、で、真ん中に少しこう、黄緑色を差し込むように。これやっぱりこう、皆さんも絵描いたりしてはる人もいるんでしょ？これ、ライブ配信、生で見てはる人やったらね。ぎゅーっと。まあ、みちみちさんはあれですね、かなりこう、スケッチっていうか、あれをやられてますよね。屋外。スケッチ的なね。あとあのね、赤坂さんもおめでとうございました。すごいですね。あと伊藤夏さんとかもね、あ、なんかやったな。おめでとうございました。すごいですね、皆さんなんか賞とか取られるようになってきてね。ほんとなんかそんな風に なってくるなんてね。まあ僕はなるんやろうなと思ってたんですけどね。やっぱね、こう、横演習で勝手に公募展とか皆さん出して、ね、横演習ができてきて、で、写真とかの審査のやつの写真の撮り方とかを少し皆さんがね、学習されて、鬼好評とか出されて、そういうので、こう、あ、自分のがこんな風に見えてんやなっていうのが分かってきてとかね、そういうのね、おじさん実はある程度予想はしていたんですよね。さすがでしょ。うん、でもね、ここまでこう、賞をバンバン取ったりできるようになってくるのは、ちょっとイメージより1年ぐらい早いなと思ってますけどね。すごいなと思いますよ、皆さんね。もともとそういうこう、やっぱ素質が皆さんあられたんでしょうね。でもメンバー限定の方ではね、結構ね、本当に生々しい言葉を言っているかもしれませんよね。公募展のうんぬんかんぬんとかね。よいしょ。ちょっと塗り分け方式という感じでですね。まあ本当にこう、初心者の人はこういうの、見て初めはね、僕みたいにダーンとかドワーとかズバーとかって難しいでしょうから、こんな感じでやっていかれる、でもいいと思います。まずですね。で、塗り分ける際に細かいこう、ところでグラデーション作ったりとか、あんま大きい仕事の中じゃなくて、こういう葉っぱの中で、ちょっとこうグラデーションを作ってみたりとか、そういうのをされていけば、まずはね。これの、生物の組み方も、ちょろっと公開しましたけどね、その後メンバーシップ限定にしましたけど、よいしょ、メンバーシップの方の、に確か、こう、構図の決め方みたいなのは少し、載せていたかなと思います。初めての人も遠慮なくコメントくださいね、もう。もこ、菅沼さん、鮮やかな赤色好きです。ね、赤坂さんもね、鬼好評と芋の会の勉強させてもらってるおかげです。 F0 店の入賞作は3000円の値をつけて展示してもらいます。3000 3000、え、まあね、3000円、そう、実費として3000円以上かかってるでしょ。郵送費とかあるんじゃないですか。郵送費と、あとはまあ絵の具のチューブとかなんかこう貼っつけてますけど、ああいうのは多分タダやなっていう感じはしたんですけど、多分ああいうのはなんか扱い切ったやつ貼っつけてやるのかなと思ったけど、でもニョキーとなってるなんか樹脂絵の具みたいな感じのやつとか、ああいうのはなんか、お金かかってやるんちゃうかなと思って見たんですけどね、ちょっと安すぎんじゃないですか。どこで、岩手県って言ってましたっけ？ね、岩手県って言ってたかな。すごいですね。あれ見たらなんか地元の子供たちとかね、高校生とかも出してやる感じしましたね。ああいうのいいですよね。よいしょ。
ちょっと明るいのはね、でちょっとこう影の中に入ってる緑どないして描こうかなと。もう濃すぎた。まあいよいよ夏が来そうな気配がありつつもなかなかなりきらんって感じですね。なんかこの間もセミも鳴いてたけど、またこう静かになりましたね。一瞬セミが鳴いてたけど、また静かになって、どうなるんだ今年の夏は。よいしょ。僕はセルフメディアル、セルフリメディアル教育だと思ってます。いいですね。セルフ、ね、自分自身でリメディアルですから、また再教育という意味ですよね。でも楽しいですよね、ああやってね、こう、公共の方行ってみたりとか。まあ、そこの辺でも思い出しましたもんね。ああ、こう、友達とチャリンコで、奈良まで帰るときに、あそこの、あの辺の 大手門かなんかで待ち合わせしたな、思って。朝6時に待ち合わせとかわけわからん時間に設定して、そっからチャリンコで行くんですけど、当時携帯電話がなかったから、よう、あそこで鉢合えたな、と。携帯ってめっちゃ便利ですよね。昔こうね、その話何度もしてますけど、またしましょうかね。自転車で、もう大学2年生の時、もう暇でしゃあなくて、で友人がもう大学の4年生で就活とか終わったぐらいだったかなと思うんですけど、高校時代の、あ、高校じゃ、小学校、中学校の友人やね、が、と、暇やね、とかって言って、なんかやろうか、つって夏休みですね。で、マウンテンバイクを買うて、それで奈良まで帰ろうぜ、つって。僕の子住んでた郵便、奈良の郵便番号が636やったんですけど。で、なんかこう、チャリンコにメーターみたいなのつけて、何キロ走ったとか、スピード何キロ出たとかっていう、箱根のなんか山でめちゃくちゃ、確か60キロぐらい出たんですよね。うわーとか思いながら。で、それに何キロ走ったとかっていうのが出てくるから、ちょうど着いたら636キロ、郵便番号と全く同じだったっていう、ええー、と思ったんですけど。まあそんなんで、こう、チャリンコで走って、奈良まで帰ったんですけど、途中までは、その、はぐれた場合の連絡手段、まずこう、走り出す前に、じゃあ次ここのコンビニにね、とかって地図を持っていくんですよ。もちろん携帯ないから。ね、今みたいにね、便利な時代じゃないからですね。で、携帯持ってって、あ、携帯じゃあ、地図を買うて、で、地図を二人でこう、じゃあ次ここな、って、オッケーオッケー、って走ってて、僕の方が早かったんですけど、で、行って、で、待ってて、で、ちょっとしたら来て、で、休憩して、水買うて、で、また走り出して。で、万一、はぐれた場合は、電話、固定電話の留守番電話に入れると。それを友人のところの留守番電話に入れるということをしていたんですよ。で、なんか外から聞ける機能があって。で、はぐれたなぁ思ったら、その、友人の家電にかけて、で、どこにおるとかって言って、あ、オッケーオッケーオッケーみたいな感じで、やってずーっと行ってたんですよ。で、やっぱりそれ何度も使うから、最後奈良に入ってですね、奈良に入って、よし、あとちょっとや何キロぐらいや、奈良市内でですね、あと何キロぐらいやなとかって言いながら走ってたら、やっぱはぐれて。で、その友人のところに電話かけたら、メモリーがいっぱいですっていう風になって、うわーと思って、もうこれ、もうはぐれてしもうたから、もうあと会える術っていうか、ね、もう偶然しかないと。うわ、困った、最後ぐらい一緒にゴールしたいわーと思って、一生懸命こう奈良の中走って、おーいとか言って、おーいとかって言って、向こうも もうはぐれたの分かってるから、おーいって言って、ふらふらその辺を奈良の本当に街の中走ってたら、向こうから、
その友人が来て、向こうももうこっちに気づいて、もう偶然、街の中で、わーってなって。っていうね。なんで話しとんねんっていうね。はい、こう緑、黄色も入れてですね。いや、だから本当に便利な時代になってきましたけどね。当時は当時でもそれしか考えられないですもんね。そっからもう離れずに行こうな、言うて二人で離れずにチャリンコで、奈良まで行きました。それが636キロでした。ちょっと葉っぱをある程度一通り書いていきました。またパレット洗いましょうね。亀沢さん、今回鬼好評で褒めてもらいました。褒めてもらうとめちゃくちゃエネルギー。いや、亀沢さん、だいぶ本当、昔なんか、無償でやってた頃から相当出してきてたような気がするんで、もうちょっと昔の記憶は僕はもう定かではないですけど、あの頃とかなんかに比べると全然違ってるような気がするんですよね。なんかね、毎週のように出してきてたような記憶があるんですけど、合ってるかな。ちょっとピンクを薄くこう塗っていきましょう。ルビーレッドみたいなやつや、思い出した。ルビーレッドみたいで、薄いところはほんと水でもシャバシャバに溶いた水で薄く塗ってみたりとか、確かそうやったんちゃうかなと思って。いや、毎週送ってくるからなんか覚えてて、もうちょっと丁寧にやったらばっかり僕言ってたような記憶があってあるんですよね。でもなんか今回のとかもすごい、あ、良くなってんなっていうのはなんか実感しましたね。よいしょ。で、相当薄めたやつでこう塗っていってます。相当薄めたピンクで、塗っていってます。よいしょ。サイガドさん、店主さんが先生の動画で F0 店紹介してくれ、あ、そうなんですか。さとこさんは岩手県の出身なんですか。岩手県の出身、岩手でしたよね。ごめんなさい、間違えたら。岩手は本当にほぼ通過したぐらいやから、本当いかんといかんなと思ってるんですけどね。僕のいくつ下かな？ 5、6個下、5個も下ちゃうな。3つか4つ下の後輩が2人おって、岩手県から1人は一郎、1人は三郎かな。で、芸大入ったやついるんですよ。で、一人はめちゃくちゃ可愛がったんですけどね。亡くなっちゃったんですよね、病気で。その墓参りも生きたら思ってるんですよね。ちょっと薄くですね、こうピンク色を塗っていってます。二人ともその芸大入って、まあなんかライバル関係、同い年だったね、そいつら。で、二人ともその芸大入って、うぃすげえなと思って。たんですけどね。二人とも亡くなってるんですよね。よいしょ。そいつ、そいつそう思い出した。それで僕はそんなチャリンコ旅行をしたっていうことで、そいつにこう悪ノリで、いや、お前らもやってみたらとかっていうことで、お酒の席でですね、悪ノリで、お前らもやってみたらっつって、なんか酔っ払って。その次の日か何日後かに突然こうもう携帯電話があって、電話かかってきて、でそいつらでどないしたっつったら、あ、おじさんに言われたから今岩手県から自転車で帰ってますよとかっていう風に言うて、えとかって言うて、え、俺そんなこと言うたって、めちゃくちゃ言いましたよとかって言うて、はい、自転車で岩手県から帰ってきてですね、それでもう迎えに来ましたもん。柏の方までチャリンコでうわーっつって、待ってろーっつって、で迎えに行ったら向こうから奴らが来て、で健康ランドに入ってなんか酒かなんかおごってあげたっていう記憶があります。懐かしいね。20年ぐらい前の話ですもんね。早いもんですね、年取るの早いですね。質問あったりしてくださいね。毎週出させてもらってますと。あ、岩手の盛岡の、あ、盛岡やもんな、やっぱね。おはようございます、久美子さんもね。すごい声が来る。樹脂粘土もダイソーです。そうなんや。
樹脂粘土って僕あんま使ったことないんですよね。一回もないかもしれない。どんな感じなんですか？カチッと固まる感じなんですか？なんかやってみたいなと思うんですけど、なんかやれてないので。樹脂粘土ってなんかこう削ったりできるんですか？乾いた後にこう削ったりとか、成形とかできるんですか？樹脂粘土で何かを作ってみた動画みたいなの作ってみてもいいかなと。で、花ちょっとね。で、ちょっと少し背景とかもやっぱりぼちぼちですね。こういうところとかも背景とこう絡めていこうかなっていう感じがします。今日初心者の人にはいいんじゃないですか、動画。わからんけど。若干明るいんですけどね、画面がね。若干やけど。また拭き取ります。ピュー。盛岡。ねえ、自転車おけつが痛くなってしまう。もうお尻痛いですよね。一枚、二つですもんね。お尻と日焼けですもんね。そうそうそう。途中までは、なんかこう、筋肉痛やったんですけど、もう筋肉痛飛び越えて、もう、僕静岡ぐらいで筋肉痛のピークが来て、で、もう三重あたりでもお尻がめちゃくちゃ痛くて、なんじゃこらっていうぐらい痛くない。もうすいません。もうお食事中の方、お尻なんですよ。お尻とあと腕の日焼け。めちゃくちゃ痛いんですよね。そうそうそう。あれはきついですよね。日焼け止めとか塗ればよかったんでしょうけどね。そんなんね、知らんわって感じでね、してましたもんね。箱根の山の子ね、あれとかめちゃくちゃスピード出るんですよ。ビュー、うわ、60もっと出てたかもしれない。70ぐらい出てたかもしれないけど、うわーとか言ってですね。要は1号線をずーっと走ってたんですよね。だから、こう、箱根駅伝とか見るともう今でも、ああ、ここ走ったなって思い出しますよね。うん、よいしょ。これぐらいになってきたら、ちょっと後ろとかもやっぱりこうですね。ちょっとこう、で、影があるなとか、少しここ濃いなとか、そういうのをちょっと変えていってます。よいしょ。なんかロードバイクみたいなね、ああいうのも。あれす、なんか、こうだけど、速攻盗まれましたね。佐賀県はね、めっちゃ自転車泥棒多いんですよね。自転車、もう平やから、もうすごいこう、自転車もほんとね、もう、盗まれるんですよね。あれだ、絶対どっかに売りさばくやろな。頑張れ、警察。よいしょ。で、少しこの木の影が落ちているな。あ、これ乾いてへんね。っていうところを少しこう描いていきつつ。まあ、やっぱりこう乾かしながらですね、進めていかれたらいいかなと思います。ある程度ですね、乾かしながら。で、この辺影が落ちてるなというところは少しこう濃くしてあげて。自転車の冒険力やれるときにやっておいてよかった。そうですね。やれるときやっておいてよかったなと思いますよ。樹脂粘土は薄く伸ばしても折れにくいのでバラの花など作る人が多いです。あ、そうか。樹脂粘土で作ってみた動画やってみましょうかね。ダイソーの樹脂粘土で何かを作ってみた。立体もまずまずできるはずですよ。むさびの時にこう何ですっけね。教員免許で必要でなんか彫刻みたいな調査の授業を受けたんですけど、めっちゃ褒められた記憶ありますもんね。移籍してこいへんって言われて。いやー、油絵描きたいんで、って言って。上手というか、一生懸命やるんですよね。多分上手くはないんですよ。立体感覚鈍いので。共通なんていうのかな、デザインの授業も教員免許上必要やからっていうのでやりましたけど、デザインにも言われましたもんね。コップかなんか書いて
や、みちみちさんももしかしてそんなやってるかもしれないね。コップかなんか書いて、なんかよく覚えてへんけど、投票制みたいなのにして、最、あの、あれして、一番やったもんな。よいしょ。ねえ、立体作品ね。多分、まずまず作れると思いますよ。でも、まずまず。でもね、14年度ぐらい、本当はもう、彫刻やりたいってずっと思ってたんですけど、結局やらんかったなと思って。あの、大理石買ってきて掘りたいなってずっと思ってたんですけど、ね。今も思ってるんですけどね。だから、やりたいじゃなくて、いつかやります。その前に樹脂粘土でいいかもしれないね。ハマると抜けてこれへん人なんでね。一回も、もう、銅版画にはまって、もう本当に抜けてこれんくて、もうなかなかこう、一時そればっかりやってた時期あって、まあ別にあかんことはないですけど、他の仕事がね、全く進まないなって。しまったっていう時期がしまった。ここ光、ここマスキング液しとこうと思ったら忘れてた。よいしょ。若干こっちの色は近いかな。もうちょっと下を映します。もし詰まったりしてください。あ、教職取らなかったんですか。あ、なんかね、お金いりますもんね。10万ぐらいかかった記憶あるんですよ。もうその話多分したことあると思うんですけど、ムサビはなんか別途10万ぐらいかかって、でも親はもう取れって言うから、あの、はあの、取ったんですけど、もう僕は不真面目すぎて、あのですね、まあ、授業一応初めだけ出るんですけども、途中でタバコ吸いたなってタバコ吸いに外出てって、そのまま帰ってこられて言うことばっかり繰り返してたら、途中で、先生からお前いつも帰ってるやろって、いや、はい、とかって言って、もうお前単位やらんからって言われて、教職がムサビでは取れないということになってしまったんですね。はい、お前ふざけんなよみたいな、めっちゃ怒られたことを覚えてます。うわ、怒られたと思ってですね。で、もう親にも言えへんで、10万も払ってもらったから言えへんで、うわ、申し訳ないなと思ってたんですけど、それで東京芸大よかったから、ああ、よかったっていうんですね。最低な人間ですよね。本当に。もう最低ですよ。ね、もう本当に、昔はね、いつもなんかね、英語とかでね、ちゃんとこう、僕の横にいつも志田くんっていうのが座ってくれてて、ね、いい子やったな、あの子。テストとかね、なるとね、もうそーっと見せてくれちゃうわ。なんか近づいてきてくれるね。まあ、失言がありましたが、で、いつも、うどんをおごってあげてました。ごめんな、ちょっといつもありがとうな、ちょっとね。まあね、豊かな時代ですよね。ごめんな、ちょっと。うちの兄貴もなんか、ね、大阪芸大ってとこ行って、奥さんいなかったら卒業できへんかったって言うてましたもんね。そうやろうなと思いますわね。よいしょ。よいしょ。ガラスをちょっと変えていってます。もうちょっと下にしましょうか。よいしょ。子供の頃、坂道をすごいスピードで下って自転車から落ちて、お岩さんみたいな顔になりました。うわ、すみません、思い出させましたね。いや、僕はあれですもんね、なんかあの、もう本当もうどうしようもない子やったからあれやけど、自転車でこうテニスコートがあって、どういうのテニスコート映らんね。テニスコートがあって、で、そこの横をちょっと坂道で、で、この辺にドブがあって、シューって行って、そのままドブにバーンって入っていくのを、親父がテニスをしてて、あ、誠が、あ、自転車で、うわー、ブレーキかけるやろな、思ったんでしょうけども、僕もなんかスピードが出すぎて動転して、一切ブレーキをかけずに、そのまま突っ込んでいったりですね。大変ですよね、そんな子供の親ってね。多分大変でしょうね。そんなことありましたね。そんなね、アホな話もちょっとぐらいせんとね、もうキレキレな社会になってきましたもんね。キレキレすぎるっていうのもね、ちょっとね、気がかりですよね。今日なんかね、コメントでやっぱ海外行って失敗する経験とかを若い人にさせた方がいいですよとかっていうこと言ってはる人いましたもんね。もうそんな感じわかりますわって思いますもんね。よいしょ。えらい静かやな。1時間ぐらい経ったか。
やっぱね、時間かかりますけどね、こういう仕事ってね。でも、こう、一個一個こう塗り分けながらですね、進めていってます。あ、ちょっと映ってないね。岩手県のあの画材屋さんのやってる店なんか本当いいですよね、ああいうのね。でもなんか審査風景とか映ってる展覧会とか見ると、うわ、このな星のコーヒーかなんかのやつとかすごいですよね。何千枚ってあれ全部プリントアウトすんやと思って、もうゾッとしましたもん。ええー、って。あれプリントアウトしてあんな風に審査してやんねやと思ったら、なんかね、プリントアウトせんかったやのにと思って。ねえ、あれ大変やろな。プリントアウトだけでもめっちゃ大変やし、それをこう飾ってみるっていうのもめっちゃ大変やろし、うわーすげえなーと思いながらなんか見てしまいました。ああいうのをこう全然見たことなかったから。うわーと思って。よいしょ。なんか質問あったしてくださいね。本当にこう遠慮なくしてください。まあ初めてコメントするっていう人ももう遠慮なくしてください。ぜひぜひこう初めての方のあれを前田さん、あカネポンさん、あいっぱい来てんね。線を描いてから書き込みする方法なら私もできそうな気が。これできそうでしょ。ね、これも一番多分本当初歩。どこかで息子が恋人に会うため約束が東京から岡山まで自転車に会いに行き、結婚できましたとさ。どこの息子だろう、どこかの息子が恋人に会うため東京から岡山で自転車に会いに行き結婚できましたさ。どこのあれですか、恵子さん、息子さんですか。すごい素敵なお話じゃないですかね、恵子さんとこの、ね、お子さんですかね、すごい素敵なお話ですね。岡山は遠いな、奈良よりまた遠いもんね。でも本当に若いうちあんなんやっといてよかったなと思いますよ。もう自分の体力の限界はあそこで分かりましたもんね。精神的な限界はね、また後ほど知るんですけど、体力の限界あそこで分かりましたもんね。やっぱね、もう野球部でめちゃくちゃなあれをしてたけど、そんなもんじゃないぐらいきつかったですけどね。あと野宿を何連覇かして、もう今日どうしても泊まろうって言ってそいつと、でも金ないから、じゃあなんていうか営むホテルがありますよね。ごめんなさい、と言っていいの。はい。愛を英語で言うホテルありますよね。あそこ、やったら安いから、ね、一泊5000円とかなんか書いてあったりするじゃないですか。今やったらいいんかな、当時その男同士ダメって言われたんですよ。って言って。今やったらいいでしょうね。今の時代やったらいけるでしょうけど、当時、あ、そういえばあかんって言われた。で、結局、こう、豊橋かどっかの、河川敷で寝てたら、ですね、地元のなんていうか、バイクの、こう、改造いっぱいされてる方々がそこにたむろってきて、パラ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 ってきて、めっちゃ寝たふりしたの覚えてますけど、今考えたら、あれ、男性二人はダメって言われたの、今はね、どうなんですかね。こういうで見ていただきました、アジサイの絵を飲み屋さんに飾ってもらいました。わ、いいですね。私は皆さんのようにコンテストで活躍できませんが、田舎の小学校で授業を年に2回して、クラフトクラブだったの5人授業してきましたと。おー、そうですか。出遅れました。佐野あずささん、メッセージ撤回だ。出遅れました、コージエヌさん。もう遠慮なくね、コメントしてください。佐野あずささん、あずたさん。ね、初めてかな。もうね、そういう、初めての方は遠慮なくしてくださいね。こんなに200回もやってますからね。ライブ配信も、もう200回超えてたんやと思って、前回200回やったんやって、もう気づかへんっていうね。毎週だいたい金曜日はなるべくこう定例会みたいな感じで、やってます。こういう感じでね。もっと言えんことを言うてもいいですけどね。それメンバーシップ限定でいつかやりましょうか。言えんこと、どうなんやろな。よいしょ。そういうのやりたいなとは思うんですけどね。1時間半ぐらいは目処にいつもね、頑張ってやろうと思ってます。今1時間ちょっと経過したぐらいやと思います。
レンさん、また美しいですね。背景に壁を入れるとき、モチーフとあんまり距離を開けない方がいいですか？いや、それ全然開ける絵があってもいいと思いますよ。もうそれはいろいろ、全然そんな気にせんでいいと思います。僕はなんとなくこんな感じで、モランディとか好きやったり、なんか好きな絵描きさんが、おって、で、そういう絵描きさんが、どっちかというとこういうコンポジション、どっちかというとシンプルな構成をすることが多い絵描きさんとかね、多いから僕はどっちかというとそういうのが多くなっているんだろうなという、こう、僕自分のこう推測ですけど、あるんでっていうだけで、別にそれは全然もうそんなの自由自由、めっちゃ話して、もういいと思いますし。話せば話しただけやっぱ距離感とか出すの難しかったり、まあ、生物画の場合ってやっぱどうしてもこの L 字空間っていうのをうまく出せたら、あそこそこに見えますので、そのなんか L 字空間みたいなのを大事に書かれていった方がいいかなというふうに思いますけど、でも、全然これはもう僕はどっちかというとそういう好きな絵描きさんが、そういう絵が多いから多分そうなってるだけやと思いますので、皆さんがやっぱりそれは好きなね、画家でも好きななんか生物の構成でも、生け花でも何でもいいんですよ。写真集とかでもなんかね、そういうのからなんか影響とか受けたりとかしてもいいかもしれませんしですね。そうか、生物の基本と一応歌ってんだよな。でも一番基本的なこう書き方やと思います。こうやって、まあ、ある程度塗り分けながら、で少しずつこうハーフトーン増やしていくというのは、まあ、一番スタンダードな書き方かなっていう感じはします。うん、細かい描写までね、ちょっと最後したいけど、時間的に。11時か。うん。9時ぐらいから始めようと思ったんですけどね。我が家が、もう、大騒動になってまして。あとでちょっと妻に謝らんとか、なんでほったらかしにしてたんよ、みたいな感じで怒られるかも、怒らへんしけどね。ちょっと今日はまずいなと僕が思いました。ちょっと手助けしてあげんとあかんかったなと反省してます。よいしょ。ねえ、やっぱもうね、僕はもう絵描くのがだいぶ好きみたいですもんね。見てたらね、なんかコメントであったんですけど、こう美大とか行っても、まあね、やっぱり本当に多分美術系の仕事に就くっていう人も合わすと、まあもうちょっといるかもしれないけど、作家活動みたいなことしていく人って本当多分1割ぐらいなんちゃうかなと思うんですけどね。まあね、あえてそんな、ね、それが正しいとも、間違えてるとも思わないですけどね。親としてはね、多分ね、もう就職してくれた方がありがたいっていうかね、安心やからっていうのはあると思うんですけどね。よいしょ。あ、最後。ワンチンあんのにこう、こういう、小指の汚れがついてしまった。なかなかね、寝かせて書いてると難しいですね、この辺がね。難しいね。うい、難しいの。難しいの。なんか質問あります。こんな質問変ですが、生花の本の写真が素敵で、それを元に描きたいと思うんですが、大丈夫ですかね。まあ、なんか、うまいこと変えとけばいいと思うんですけどね。そのままバーっと書いてしまうっていうのはちょっとまずいかなと思いますよ。著作権的にね。でもまあ、まあ、なんかうまいこと変えて、いろいろ変えて、それを参考に、参照にっていう感じでやられるのはそんな問題ないかなと思うんですけどね。ただ公募展とかに出すとなると、その辺はちょっとデリケートにいった方がいいと思います。
結構ねその辺はこう厳しく見られますので、まあ公募展出されないやったら別にと思うんですけど、ね、人間って欲が出てきますからね、初めはええわとか趣味やと思ってても、若干おなんか力ついてきたぞと思ったら、おそういうのチャレンジしてみようかなとか、お SNS 上げてみようかなとかって思ったりとかしていって、でね、あそういえばあの時のやつはああってなったりとかっていうね、トレパクダメって動画上げてるんですけど、多分あの人もそうやったと思うんですよ。初めはこう素人でもええわっていうか、イラストレーターでやってたと思うんですけど、昔のちょっとインスタとか見てみたんですよ。やっぱ大したことないんですよね、初めの頃で。徐々にやっぱ上手くなってってるんですよね、こう上手くなってってやるなっていう感じがして、でそこでやっぱ仕事になってて、有名なこうね、人から依頼を受けるようになってて、そうすると昔のやつとか見るとあれと思って、でその手法自体もこうね、若干こうトレースをしているというかね、そういうのに気づかれて、これこれさんの生配信で暴露されるという感じだったかな。うん、またギャーギャー言うとんな、どっちやろな、弟かな。という感じで、下の方が少しね、落ち着いてきたかなという感じがしますよね。花を描いていきましょうか。ちょっと細い筆使いたくなってきましたね。欲が出てきましたね、ぼちぼちね。もうね、どれが使えるかもよう分からへんようになってくるね、こうね。ちゃんと管理もできているのかいないのか。波やった、汚い。よし、細い筆欲しいな思うけど、細すぎてもね、こういう時難しいですよね。なんかいくつかこの辺を用意して、全部細すぎるかもしれないけどね。頭映ってないことを祈りつつ、叫んでんな、手上げ言うてんな、弟がなかったかな、うん、面白いですね、なんかね、ちょっと、もうちょっとこっちか、もうちょっとこっちか、こうか。できそうでしょ、今日のやつやったら。できそうでしょ。毛先が少しもう割れてますもんね、これね。ピッ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 。真ん中ね、こう黄色いあれが。珍しく真剣ですね。絵の具さん、お気に入りの写真を5枚ぐらいじっくり見て記憶して、写真を見ずに記憶の中だけで描くと、あ、いいですね。それは確かにいいですね。
赤坂さんありがとうございます。確かにその方法はいいですね。うん、一枚だけっていうね、抽出の仕方してしまうともどうしてもね、なってしまうから。うわ、すごいいい方法ありがとうございます。皆さんからそういうね、もう助かる、おじさんこうやって一生懸命描けるわ助かる。もうどんどん皆さんからね、グッドアイデアをもうしてあげてください。もう本当に助かります。まあ僕はだからもう本当に可能な限り、こう、例えばもう植物園に、植物園とかあるじゃないですか。もう行かれたらいいと思うんですけどね。なんかも写真もちろんあれやけど、そっちの方がやっぱりそこでスケッチできたらスケッチした方がいいと思いますし、もう極力もう今のうちからあまり写真とかばかりに頼りに、今写真めっちゃ頼りにしとんなっていう話なんですけど、専用な癖付けをしていった方が、やっぱね、いいと思うんですけどね。ありがとうございます、本当に。絶対何癖つけたがる人いるんですよ。世の中って、もうそういうもんなんですよ。何癖をつけるということに結構情熱を持ってる人っているんです。ね。だからね、もうそういうのも無視する。でもそういうのにね、なるべく絡まれたくないですもんね。気力体力使われますもんね。まあ、こんな感じですね。少しずつこう、ごちょごちょごちょと密度を上げていっているということですよね。ちょっと枝とかはやっぱりこう画面の中のアクセントになりそうなんで、芋の会ももう発足2年ぐらい経つんじゃないですかねえ、どれぐらい経つんですか、芋の会も発足。もう3年ぐらい経つのかな。こういう背景の線とかをどこまで描くかっていうのも結構難しいところですよね。ラインがね。微妙や。もうちょっと太いのが欲しいんやけどね。ごめんなさいね。コロ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 。もうちょっと、これやと太すぎるかな。もうなんかビャッとこう、今水がなりましたね。これ油？油かな？ギャーっとこうなりましたね。何やったかな？映ってないか、映ってるか、うん、ものすごいハートがバンバン来てますね。今年の9月で2周年、 おめでとうございます。お花も送りませんよ。おめでとうございます。結構皆さんはもう会ったんですか、芋の会同士で。僕は多分一番ね、皆さんに会ってるでしょうけどね。この間も北海道もね、ありがとうございました。先ほどもこれコーラをいただきましてありがとうございます。コーラです。どこや、こっち、こっち。手作りコーラ。手作りコーラを作れるというね。ジンジャーっぽい。なんか恐竜の汁めっちゃあったな。うん。ね。ギャーゲー言っとんな。大丈夫かな。難しい。筆の微妙なところがなかった。これよくあるんです。僕、旅に行ってる時よくあるんです。これ。うわ、もうちょっとちっちゃいの欲しいなとかね。もう、失敗したと思ってね。結構ね、あんまり動画の中で言うてるかな。絵の具もね、途中で、うわ、なくなってきよったとかね。緑こんな使うとはとかね。マスキングテープなんかね、あれありましたもんね。100円ショップありますかって言って教えてくれた人見たりとかね。
また旅行きたいですけどね。でね、ちょっと今は無理やるな。真面目に仕事せえって怒られそうですもんね。ちょっと葉っぱのこう、濃淡とかを少し書いていこうかなと思います。まあこうやってこう少しずつこう密度を上げ密度を上げ密度を上げっていう感じで、していってますよね。濃い緑ってどうやって作ればいいかな。こうシャンケをちょっともうちょっと渋めのがいいね。このぐらいかな。まあこの塗り残して少しね苗脈を描いてあげようとか輪郭のとこ少しこう強めてあげようとかね、ところはまた違う動画でも参考にされてみてください。なんか最近皆さん面白かったドラマとかないですか？話がなくなったら適当に。古典に、示し合わせていってあったのと、若さのグループ展であったぐらい。若さで会えましたと。好きなところはいいでしょう。マナ弟子。ね、マナ弟子。マナ弟子、ぼちぼち呼びますか。うるさい男ね。うるさい、もう、うるさい。マナ弟子。ああ、もう20分経ったね。1時間20分程度ですけどもね、こんな感じで書いていきました。どんな塩梅ですか。もっともっと書きたいなと思うんですが。だいたいこう声もかすれてきますね。まあちょっとこう、激落ち君に水つけて少しね、こういうところに キラッと光ってる感じをね、少し映ってないかもしれません。すみません。少しね、激落ちくんに水つけてこうとこうキラッとこう光っとるでっていうね、柔らかくなっとるでっていうのをね書いてみたりとかして、キラッとしたりとかして、いきました。うん、初めての方遠慮なくコメントくださいね。先ほど一人しそうになってた方いたっぽいけどね。ネットフリックスならストレンジャーシングス、あ、何ですかそれ、面白そうですね。外国のやつやな。じゃあな、ありがとうございます。ネットフリックスでも、はい、よし、それ見てみよう。ストレンジャーシングス、あとはちまちまちょっと書きながら密度を上げていくという作業をしていくという感じでございました。定例の土曜日の定例の、本当にこう、アーカイブで見られている方とかも土曜日にやってますことが多いので、遠慮なくこうコメントとか質問とか何でもいいですよ。お腹すいたでもいいしね、ここのラーメン美味しかったとかでもいいですしね、このカップラーメンのラーメンめっちゃ美味しかったですでもいいですしね、ラーメンばっかりですけど。ね、何でもいいですよ。話のネタが本当にないんです。もうないんです。何にもないんですね、何にもないんです。いう話のネタがないんです。鳥肌実ると申します。知ってる？知らんでしょ。鳥肌実ると申します。あのドラマ結構見てしまいました。オードリーの若林くんと山ちゃんのドラマ。大体知ってる話ばっかりやったから、ラジオもずっと聞いてるので、でも面白かったですね。演技があれ、ジャニーズの子なんですかね。めちゃくちゃ上手やなと思って、山ちゃんの喋り方も、若林くんの喋り方もめちゃくちゃ上手なんですよね。あの、
モノマネというかすげえなと、あの今多分まだ放送中かな、すごいめちゃくちゃ上手ですよ。よいしょ、すいません映ってないかもしれないね、ごめんなさいね。多分今こ映ってるこっちの画面のが色近いです。おそらくこのこれを外したらちょっと明るく映ってますんで、もうちょっとこう実際は、暗いんですが、ちょっとその辺のあのあれができないので、こんな感じでございます、すみません。怪物、怪物って何だったっけ、どんなだったっけ、なんか見たような記憶もあるな。怪物って誰が出てるやつだったっけ、グーニーズっぽい懐かしさがあります。あ、グーニーズいいですね。グーニーズ面白かったですよね。もう、みちみちさんと世代近いからね。ファミコンかなんかでもグーニーズって出てましたよね。ファミコンかなんかのソフトであった記憶あるんだな。という感じで、我が家の、おもり当番が私に交代する時間となってきたかなと思いますので、ぼちぼち終わろうかなと思います。実際はもうちょっと暗いんですけどね、ごめんなさいね、少し、まあ、いじっても多分なかなか設定ができないと思いますので、この辺のね微妙な設定が難しいんですよね。まあね、なんか顔だけの配信とかね、おしゃべりの配信とかだけやったらそんなに色とか気にせんでいいですけどね、こう絵のやっぱ配信ってやっぱり色とか大事ですもんね。で、あと先週多分音声悪かったでしょ。このカメラのマイクを使っちゃってたんですよね。多分今日のがいいと思います。ね、そういうのもいろいろね、おじさん一人でやってるからね、もう許したってね、もう本当にもうね。うわ、すっげえ叫んでる。どんなもん、今日は何人ぐらい見てはった ?92。ちょっと少ないですね。夜の放送とかまたやりたいですけどね。ちょっとなかなか、忙しいって。だから白いアジサイ描いてくれっていうね、リクエストがあって。ごめんなさい、白いアジサイがね、我が家に1個だけあったんですけども、なんか、切ってしまって、白いアジサイもちょっとできなかったです。申し訳ございませんでした。という感じで、生物画を描いてみようと、ぜひぜひこれぐらいなら皆さんもチャレンジできるんちゃうかなと思いますので、よかったらですね、一応サインだけは入れておきます。忘れてもしゃあないからね。ということでございました。ありがとうございました。1時間半ぐらいですけど、まあまあ、ね、このぐらいは皆さんも、できそうですか?できそうな感じに。このスピードで木目などかける。ね、素晴らしいです。うん、おしゃべりもしてますからね、うん。テレビあまり見なくなり YouTube ですね。そういう方もね、多いでしょうね。僕もなんか YouTube で、なんか政治系のやつとか。私のこうチャンネルを見てる人は、こういうチャンネルを見ていますというの出てくるんですよ。そうすると、水彩画のこの人の見てますとかっていうのも出てくるんですけど、中にですね、高橋陽一チャンネルっていうのが結構出てくるんですよ。あれですよね、前の、あれだ、安倍さんの時ですっけ、内閣の参与かなんかやった人、やったっけ、なんかね、なんか、で、そのチャンネルを見てますっていう人が多いから、やっぱおっさんが多いんやろな、と思ったりしてますよ。悪くないでしょ?ね、この塩梅でございました。カメラにマイクは広めに音を拾う設定になってるんで、マイクから離れないで割れ気味に、ね、割れ気味になりますもんね。あ、カメラのマイクは広めに音を拾う設定になってるんで、マイクから、あ、馬場崎さん、すいません、ありがとうございます。マイクから離れないと割れ気味になりがち。ああ、だからか。先々週の鬼好評はそうやったんかな。あとはちょっと小さく喋ればいいんですよね。もうこれね、先生業長いとね、声でかなるんですよ。一人で喋ってんのもでかいんですけど、これなんでかっていうと、二回説明するのめんどくさいから、でかい声で話した方が一発で終わるんですね。はい。あ、皆さんありがとうございました。すいません。政治経済、おばさんですが、政治経済好き。浅井玉里さんもそうなんですね。ありがとうございました。あ、熊切監督、そうそう、賞取ってましたよね。北京かなんかね。
どんな映画か、熊切監督ってうちの兄貴の大学の同級生で、デビュー作鬼畜大宴会という映画がありまして、それに、うちの、あのテテじゃ、兄じゃ、兄貴が出てまして、だからあれみちみちさんもそれあれ見に行ったんかな見に行ったって言ってましたっけ、ユーロスペースかなんかでねやっててね、僕も見に行きました。もうグロいちゅうかね、すごいですよ、大学の卒業制作やけど。でそれに出てて、あれのもしパンフレットとか買われたら、あのデザインうちの兄貴がやったんですよね。かありがとうございました、グーね、ありがとうございました。あ、行きました。岡本も MVP ね、昨日もめっちゃすごいホームランだらだら延々とやってる。昨日のホームランで良かったですよね。気持ちよかったということで、生物が1時間半ぐらいで描きましたということでございます。ちょうどジャストです。ありがとうございました。お兄ちゃんも呼ばんときますね、ギャーギャーうるさいから。ありがとうございました。終了。